はい、それでは午後1時30分になりましたので、今からですね。ごぼうを受け取ったチンパンジーいますね。大きな体をした、オスのチンパンジーなんですけども、名前をボンボンと言います。で、チンパンジーはチンパンジーはですね、群れで生きる動物なんですけども、今ちょうどお昼ご飯の時間で、今ごぼうを受け取ったチンパンジーですね。大きな体をした、オスのチンパンジーなんですけども、名前をボンボンと言います。で、チンパンジーはその群れで生きる中で、リーダー的存在のオスが必要なわけです。そのオスがですね、このボンボンというのに当たるわけですが、群れの中で喧嘩とかが起きたりすると、このボンボンというのが、喧嘩をされ、喧嘩をやりなさいというふうにですね、そこに入ることがあります。で、そういったことをしても群れの中のルールの秩序を大切な役割を持っただけでも一つ覚えていただきたいなと思います。でこの後ですね、いろいろ私が食べ物とか私自動販売機とかもチンパンジーに使ってもらったりするので、そういった時におそらくボンボン君が何回か登場するんじゃないかなと思いますので、ぜひその子だけでも覚えていただければと思います。私たちのお昼ご飯を今あげているところですが、一つはごぼうと言いましたが、あと2種類ですね、今ちょうど昼ご飯をあげております。よろしければ、ぜひ近くでご覧いただいて、結構チンパンジーがガラス叩くこともありますけど、割れることは基本的にありえないので、ぜひですね、少し近い距離でご覧いただければと思います。で、なかなかちょっと小さくて見えづらいかもしれませんが、ごぼう以外にあとですね、茹でたじゃがいもと、あと玉ねぎですね、生の玉ねぎを揚げております。この3種類をチンパンジーたち、昼ご飯として、今食べています。販売機とかチンパンジーに使ってもらったりするので、そういった時におそらくボンボン何回か登場するんじゃないかなと思いますので、揚げているものもいろいろ観察しています。はい、で、今からですね、皆様の目の前にいるのは、T1 というですね、メスのチンパンジー。はい、こっち見てますね。ピーチの特徴はですね、鼻の下にピンク色の線があるというですね、大きな特徴です。17頭いるうちのチンパンジーの中でも結構、見やすい特徴じゃないかなと思いますので、全然、ピンク色の線が入っているんだなって、鼻の下に線があるんだなっていうのをですね、覚えていただければと思います。やっぱりチンパンジーもですね、一頭一頭、性格も違えばですね、動きとか、個性っていうのがですね、大きくありますので、そういった一頭一頭にこう着目してですね、見てみるのも結構、少しマニアックですけども、面白いんじゃないかなと思います。で少しちょっとピーチさんに特化したお話をしますと、はい、ここ見てますね。ピーチの特徴はですね、鼻の下にピンク色の線があるというのがですね、大きな特徴です。で、17頭いるうちのチンパンジーの中でも結構、見やすい特徴じゃないかなと思いますので、ぜひですね、ピーチの顔ピンク色の線が入っている方に鼻の下にいろんなところがありまして、ピーチはそれもその中でも結構強い地位に立っている、はい、今玉ねぎの大きな体をしたチンパンジーですね。で結構こっちの厚さとか優秀なボンボンとかですね、しっかり
まあ、こういったこともですね、やっぱり非常に頭がいいというのもあって、ここまで来ると。で、今、昼ごはん、普通にチンパンジーを受け取って、食べているわけですけれども、まあ、実際こう頭がいいということで、少し難しいですね。